こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張るジムの杉澤です。今日は、股関節を開くための、練習方法についてご紹介します。まず最初の前提として、これ木のポーズができるできないは、あまり気にしなくて大丈夫なんですけど、一応こう予備知識としてこう木のポーズをとって、膝を開く動きをするときに膝を、開こうとしてしまっても結構根元がロックされることが多いです。で、感覚的にはどう捉えたらいいかというと、この根元からこう膝をこう遠くにこう伸ばすような感じですね。膝をこう円の動きで回すというよりもこう根元からスッとこう開くような、こうここをこう開くような感覚でこう伸ばしてあげた方が、足が開きやすいです。で、ついでにこれが意識できる人は軸足のこう股関節からぐーっとこう長くこう開くようなイメージでやるとさらに開きやすくなってくるので、ちょっとまずは前提としてそういうイメージなんだなと思っていてください。で、股関節を開く練習方法自体は結構シンプルで、簡単です。木のポーズできなくても全然問題なくて、こんな感じで壁際でこんな体勢を作ったら足をこう引っ掛けてください。で、引っ掛けた時にこっちをこう押すんですけど、さっきのイメージで根元からこうクッと、もし意識できる人はさらにこう反対側、軸足からクッとこうそうすると、ここに隙間ができたような感覚と、あとはこっちがお尻を使ってこう開いた感覚になります。あとはこの状態で楽に背伸びをして、で、上下ですね、こう足は向こうにこう踏んで、手は少しこう上にクッと伸びたら、あとは楽にこのままキープしてください。で、このまま、30秒とかこう1分とかこう緩めていくと、だんだん隙間が出るような感覚になっています。で、これでもし負荷を強くしたい場合なんかは、こっち今のこっちのこう膝をもっと深い位置ですね、深い位置に壁に近づいていくと、よりこうきつい分、きつい状態でこう伸ばすことができるようになってくるので、これはだんだん自分でこう伸ばしながら余裕ができてきたらやるようにしてみてください。で、この状態でこう伸びてきたら、ここからさらにですね、これも無理のない範囲でこう、バッタコーナーコーナーみたいな感じですね。こう、壁で押して、こうピッと、足で壁を押しながらこう開く、両方同時に開く練習ですね。で、やっぱり、背伸びをします。で、これも30秒から1分伸ばしながら、長い分にはこれ構わないです。リストラティブとか、リラックス系のヨガだったら、このまま10分寝てたりするケースもあるぐらいなんで、とりあえず普段、練習に取り入れやすいように、30秒から1分すると、一通りは効果ありますよっていうぐらいなんで、この辺は長くやって、こう問題ない場合はやってください。このまま本読んだりとか、なんならスマホ見るような感じぐらいでも構わないので、とりあえず刺激を入れてあげてください。で、これも、できそうだったらどんどん近づいていくと。近づいていって同じ効果でやるようにしていきます。膝を遠くにこう伸ばしながら、自分は背伸びのイメージ。で、これが、だんだんできてきて、お尻を使ってる感じとか、こう、付け根が開いてる感覚ができてきたら、だんだん足を開いていきます。で、これが、足パカと言われるものの原型でもありますね。こう、開いていって、こうだんだんここからこう根元がピッとこう開く感覚をして、 できてきたらこうだんだん足を下げたりとか、そうやってこう壁に近づきながら、で、背伸びの感覚っていうのを作っていきます。そうすると普段ロックされて、動きづらい場所がこう動くっていう感覚と結構楽な状態なので、余裕を持って、伸びるっていう感覚が作れるかなと思います。で、この状態でしっかりとこう伸びてきたなというふうに思ったら、動きの確認ですね。こう、バッタコーナーサでこう倒れたときに、自分がこう開いて、倒れやすくなるなとか、開脚のときですね、こう、しっかり股関節が動いて、伸びる感覚になってるなっていうのを、見比べてみてください。練習の考え方のベースっていうのは、より効果的な、練習をするっていうことよりも、何かこう練習をした変化とかこう自分に起きていることを観察できるだけの余裕があることの方が大切になってきます。
で効果が最大限になってしまっても、もちろん効果が出る練習っていうのは大切なんだけど、自分にとってこう辛すぎたりする場合は、効果は出るけど体にこう反動が出てしまったりとか、継続的にこう心身の影響でこう次も繰り返しやろうっていう練習する気が起きなかったりするので、ぜひキープが長くできるものですね、やっててこう余裕があって心地よく感じるものっていうのが一番大切になってくるので、その辺を大切にしながら自分の練習をこ うまくアレンジして、今日参考に生かしてみてください。今日の内容が良かったと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。スタジオではマンツーマンレッスンで、よりその人に合わせた形で分かりやすく説明しているので、興味のある方はぜひスタジオにもお越しください。お待ちしております。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように。また次回のレッスンでお会いしましょう。